ちょっとこれね、成瀬さん、ここ成瀬さんですって。この番組は今日のスポンサーでしょうな。お疲れ様。さあ、じゃあいい価格なので始めちゃいますね。はい、はい、マイスキリム講師のデスノミさんもでございます。そしてはい、ボイスドクターのリーです。はい、今日もよろしくよろしくお願いします。という感じで、はい、ご飯を食べましたね、さっき。いやー、美味しかったです。そう、ちょっと打ち合わせがてら、はい、ね、軽くご飯を食べたんですけど、うん、その様子をまさかの一回撮って、なるほど、今回は初の試みで撮って、ね、サブチャンネルにサブチャン作ったんですよ。10万人記念でね、うん、作ったんで、概要欄にあるんで、そっちもちょっとぜひ皆さんチェックしてくださいと、リアクション動画今日もやっていこうと思います。おお、今日は誰なんだ。そうなんですよ。今日も知らないから、皆さん今日もね、安心して、何も知らないから全然初見の男に待ってます。今日はですね、うん、VTuber さんのリアクションしていきたいと思っておりまして、うんうん、はい、今初見っていう話をちょっとしたんですけど、うんうんうん、初見じゃないかもしれなくて、お、今日見ていくのが、はい、これです、先生、これ出た出た、覚えてますか、先生。もちろん、クロノワールドね、やつ VVS です、ね、そうVVS です。記憶に新しいですけれども、カナエさんと、はい、クザさんですね、うん、そして作曲者成瀬さん、そういうことですよね。スーパーハイブリッドな、はい、曲でございましたけれどもですね。そして今回は、今回はご本人のセルフカバーとなっております、うん、そしてこの曲、うん、今ねお話もありましたけども、これ2人で歌う曲ですからね、うんうんうん、相方さんがいらっしゃるわけですが、はい、これローレン・イロワスさんという方なんですけ ど、 なるほど、この方も二次三次所属されてる VTuber さんなんですよ、うん、なるほどですね。そうなんです。いや、これでもちょっと気になってたんですよね。そうなんです。成瀬さん歌ったらどうなるんだってね。そう、皆さんも結構おすすめしてくれて。いや、そうなんです、そうなんです、そうなんです。皆さんに いつもコメントいただいて、そちらを参考にですね、うん、我々VTuber さんを勉強させていただいている身なんでございますけれども、うん、はい、ローレン・イロワスさんの名前もですけど、はい、このセルフカバーについても教えてもらったので、うん、今日ちょっとぜひ先生と一緒に見ていこう。はい、声の専門家2人なので、うん、この2人ならではの視点からもいろいろこう、コメントできることあると思うので、はい、ぜひ最後まで皆さんもご覧いただけると嬉しいです。こんな感じで、このチャンネルでは日々発生関係の話とか、リアクション動画とかアップロードしてます。まだチャンネル登録をお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。で、この前回で言うと透過度が、まじな、透過度がゼロですから。そうか、透過してないから、もう本人だからみたいな。そうか、そうか、そうか、前面に出て 100% 100%、 そうそう、後ろがもう見えない状態になるんで、切り口から滴るやつ。さあ、なんかジュワッ、汁がね。そう、汁が。ルーシーが。成瀬さんのルーシーのやつ。いやー、ありがたい。見て、ありがたいっすね。感謝しながら見てる。そしてあれですよね、このローレン・イロワスさんはちょっと、そうなんです。初めましてなの。そうなんです。うん、僕、うっすらその歌ってみたとか拝見してるんですが、はい、まあ、めちゃくちゃ詳しいってわけじゃないので、うん、ちょっといろいろ楽しみですね。うん、はい。うん、おー。おー、ハハハハ。おお、これ先生、これ、うん、揃ってるっすわ。揃ってるね。本人だもん。おしゃれ。おしゃれですよ。これなんかこう、いや、浮遊してるんだけど、わかるわ。これなんか二人とも浮遊してて、してバトンタッチっていうか、なんかオーバーラップみたいな感じで。めちゃくちゃわかりますね。家系みたいに入ってた、ね。気づけない。俺、わからんかもしれない、これ。なんか、かしわりを調べながらじゃないと、わからないレベルの、コンビネーションが、うんうん、揃ってますからね。揃ってる。揃いに揃ってる。最初めちゃくちゃいい声から入ります。最初、うん、この最初は誰ですか？これ多分、ローレンさんだと思うんですよ。そうですよね。僕もそう思ったな。で、うん、そうですよね、うん。追っかけてきたのが成瀬さん。そうか。だと思う。なんか、そよ風みたいに、ピューって成瀬さんが、そうそうそう、なんかそうそう、来てたぞ。VVS はバチッと二人で揃えたんじゃないのかな。そういうことですよね。うん、で、あ、わかった。ちょっと待った。わかった。わかったんですけど、この、振りまくパルフーファムが成瀬さんじゃないですか、多分。これ歌詞で、この振りまくパルファム。振りまくパルファム、ね、香水のことだと思うんですよ。ああ、なるほど、なるほど。で、さっきの、そよ風みたいにって僕言ったじゃないですか。うんうんうん、そういうやっぱニュアンスで歌ってるんですよね。ニュアンスをてるのか。なるほど。ふわっと香る香水のように歌ってるんじゃないですか。じゃあ、そんな感じで聞いていいですか？そんな感じなんじゃないかな。そう思ったっす。あ、
ね、ふわってね。ってね。そのこの次に、そうなんですよね。これなんだよ。おお。おお。さすが。さすがですね。これ。うん。こうなってるんですかね、うんうん、いや、そうだと思いますよ、多分ね、なってるのかな、うん、だけど、うん、ニュアンスがやっぱ揃ってる、ね、めちゃくちゃ揃ってるのと、うん、この、なんでしょうかね、この最初めっちゃくちゃふわふわしてるじゃないですか、うんうんうん、パルファムじゃないですか、パルファム、パルファムからすっごい急にタイトになるんですよそうね、 BBS からそこね、やっぱね、ナルセさん、ナルセイズムですよね、そう、ナルセイズムです、完全にそれはもうね、あの散々ハマってきたんで我々その罠というか落とし穴確かに確かに我々の青春が喜んでハマりに来てるさあ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 自ら ねそうそうどう思うのからは成瀬さんっぽいんでちょっとそう思いながら、うん、なるほど改めてちょっと聞きましょう この色気の比重が違うっていうか僕ローレンさんの声はこうなんだろうなちょっとこう、うんうんうん、どっちかというとボトムヘビーに聞こえる感じおそっかそっか成瀬さんはそこがなくて、うんうん、上になんかトップヘビーな感じそうかもしれないねあの、うん声質で言うとね声質で言うとでも僕はなんか歌い方やっぱ揃ってるなと思ってあそうですよね特になんかそのどう思うのあー分かる言い方分かるなんかそれは本当に分かる歌手としてなんか投げかけてますよね我々にねどう思うのうん分かる分かるのがなんかわざとらしくないっていう分かりますよどう思うのって、うん、そののがなんかニュアンス重視いやめちゃくちゃ分かりますだから他全部リズムバッチシなのにうんなんかこうのに関しては割とこうなんかこうね。で、わかります。ある種。感情に乗ってるというか。ある種会話っぽい。会話っぽいっていうか、う自然な流れっぽいっていうか。そう。この、だから、めちゃくちゃタイトなのに、うん、時々こう、おぼろげに何かを崩してくる。そうなんですこの曲の罠ですよ。そこがもう、成瀬さんの。そうなんだよ。罠に。成瀬マジックなんですよ。ね、この30秒に詰め込まれてますよ、すでに。そう。この罠たちいいな。うん、色気が違う、うん、この後あおいあーいいっすね出たこれはねこれこれねこれねやりましたねいややっぱり本人もねなるほどなるほどこれいいですねここは何度でも聞きたいところですよなんかそうですよね、うん、ねなんか本人リスペクトの、うん、本人リスペクトみたいなさわかります本当の意味での本人が本人リスペクトをリスペクトしてる感じみたいな、うん、なんかそのやっぱ歌詞の世界観に入り込んだ歌い方ですよ、ね、ああなるほどなるほどなんかまあそれってなんかなるほどね難しいんですけどね、うん、なんかねそのそうすると発声が崩れちゃったりするんですよ。それもそうですよね。だけどなんかこう、もう、喜んで崩してるというか、なんか、なんだろうなんか。いい陶酔ですよね。そうそうそう。いいナルシズム。これが世界観なんですよね。いや、わかるわかる、うん。すごい。いや、でもそれがやっぱ、このナルセさんと、うん、あと、ローレンさんって、うん、ナルセさんをめちゃくちゃリスペクトしてるらしいんですよ。ああ、なるほど。もう、だからこの組み合わせなんだと思うんですけど。相性がいいよね。相性がいい。聞いててね。この、なんだろう。この、いい意味で、うん、ナルシズムが大事ですよね。うんうん特にこの曲においてはそうかもしれないって思うな、うん、この色気、うん、でいいよこんな色気はここがここ好き、はい、ここねおーえ今のとこはローレンさんかなここ二人で行ってるんだなるほどねだから熱かったのかそういうことですよねここああ、なるほど、なるほど。ここを声で厚めにちょっと合わせてる。ああ、確かに。から、説得力があるというか、わかる。なんかこう、浮遊感が今まであったでしょそうですよね。で、こう、リズムごとにはもちろんバシバシ来てるんだけど、はいはいはい、今のはこう、
ずしっときますよね。きますよね。言葉が。これなんだろうな。油断さしてきて、どっかで刺してくる曲っすね。なんかね、こう、だから、いろいろな浮遊感と、キメポイントがあって、ある。絶対、成瀬さんって、キメポイントが必要じゃないですか。確かに。そのキメポイントが、浮遊感とリズムだけじゃなくて、声帯の中にもあるというか、確かに。ふわふわ歌うところとバチッと歌うところがやっぱり2つあるのかな。ありますね。軸がいっぱいあるんですね。そう。決めポイント、決め方。そう。決め方がいっぱいあるみたいな。すごいっす。すごい。うん。すごいすごい。手を変え、品を変え。かっこいい。はこう、はめてくる。おぉ！あっ！これロレンさん。ごめんなさい、これ、そうでしょうね。うん。これそうですよね。成瀬さんっぽくないもんな、ある種。うん。いや、これ、ちょっとエッジというか、歪みの専門家としては、これ見逃せないとこやった。手を引くね、この人、エッジ濃いな。濃いですよね。なんかちょっと、ハイトさんみたいな。そう！かっこよさがある。好きなのかもしれない。そうですね。だからやっぱ、さっきの、このボトムヘビーだなって思ったのは、この感じなんでしょうね。なるほど。ここから引っ張ってきてるような、多分、歌い方なんですよ、基本的にはですね。エッジがかかんないけど、うん、いつかけてもいいってぐらいの、そうだよ。とこでやってるの。そうだと思います。そうですよね。これね、エッジはね、まあこれ、それこそもういろいろ、マモ君のおかげもあって、僕も相当研究してるんですけど。そうですよね。実際ね。耳もできてね。で、そうすると今のようなエッジボイス、やっぱ上手い人のエッジボイスだ、ね、いや、そうなんですよね。いつでもできちゃうやつ。そう。だから喉ギュッと絞らなくていいやつっていうか。だから、このエッジはかかってるんだけども、うん、この世界観にマッチしてますね。マッチ。このちょっとチルじゃないですか、この曲で。そうなんですよ。だから。チル。チル、チルね。チルいのに。セクシーなんですよ。セクシー。ね、で、この直後、うん。ここもエッジなんですよ。で、ここのエッジはね、うん、皆さん、これ声帯でかかってるエッジじゃないんですよ。うん、これ、さっきのは声帯でかかってるエッジ。うん、ここは火声帯のエッジなんですよ。なるほど、ね。よく聞くとね。うん、だって、ここの部分はちょっと火声帯が入ってる、うん。なるほど。この使い分け。これはね。ポジションちょっと高いしかも。うん、オタクのような。これオタクです。声オタク。これね、まあいいや、ちょっとすいません、マニアックなこと。声帯と声帯のね、やっぱ周波数があるんですけど、それが合わさった時の音かもしれないな。あ、そう、そうなんですよ。先生、そう、そうなんですよ。これね、両方なんですよ。そう。これは先生よくかかってる。これは難しいやつです。これ難しいやつ。これね、ぴったり両方作ってんすよ、これ。声帯と火星で両方なんだよな、これ。ここね。来る。来る。あれ、ああ、よかった、ああ、よかったね。しかもちょっと予想と違った。そうなんですよ。前回のは VVS だったんですけど、これエッジを前で予感さしといて、これエッジできたよ。まさかのね。ねえ、これ来たよ。かっこいい。かっこいい。なんかびっくりした。しかも前回びっくりしたね。前回の BBS も別に大人だったっすけど、うん、そうね、もっとビターっすね。いや、なんかもっと、うん、なんかその真っ赤99%カカオが、ね、そう、なんか魔王クラスの、いやーさ、そうそうそう、ダークマター存在感がすごい。そうっす、うん、なんかもう暗黒そのものみたいな。例えるならですよ、別に暗黒じゃないけど、ね、ないけどね、ダークマターですよ、これ。それぐらい強力な存在、強力、強力、強力、すごいね。根源よ、根源。ちょ、もう一回言っちゃう。予感させてんすよ。予感、予感する。治られる、治られる。あーガーン、強いな、このやり方だったんだ。かっこいいね。おあぶ、甘っ、からの甘っ。いや、俺まだ VBS 引きずってるんですけど。いや、わかりました。最初の VBS。わかりました、わかりました。あれだって、ちょ、いい？言って。だってあれ、ABS。そう。今まで、さっき言ったように、浮遊した中で合わせていくっていう風に、なんかそれがお家芸だと思ってたら、そう、今度、逆に裏切られました。そうそうそう、そうなんですよ、そうなんですよ。VBS、そうなんですよ。VBS って。巻いてきた。そこは、揺らがせるんや。そう。叩くんじゃねえんだ。ねえ。こう来た。びっくりしちゃった。やばいね。裏の裏の裏を。すごい。これは。こうしても見えないようです。すごいですね。こんな。いや、で、やっぱサビかっこいいね。かっこいい。なんででしょ、これ。これ、すげえよ。え、しかもなんか、声色がやっぱここでも変わりましたよね。ちょっ
そう、声帯の使い方変えてる感じがある、ね、変えてる気しますよね、うん、あかっけいい、このね、ちょっとこれね、成瀬さん、ここ成瀬さんですって。成瀬さんこれあれですよ、そんなに高く、うん、そうなんすよ、真ん中だと思います、うん、すげえ真ん中、もうミドルっていうか、うん、なんかそうですね。え、成瀬さんすごいね、すごい、いろんなとこあるんだ、めっちゃクリーン、かっこいいじゃん、かっこいい、なんか熱く聞こえたんですよ、熱いからどっちだと思って、いや、なんかこれは、うん、発声の傾向なんですけど、上で固める人って、うん、そう、そのポジションがやっぱり多いよね、ほんとそう、だけどね、うん、そうですね、そうだよね、なんかそのなんだろう、ここの人って、うん、先生おっしゃる通りで、うん、ここに結局帰結しちゃう、帰結する帰結しちゃう、なんか何の発声をやってもここに帰結しちゃうんですけど、成瀬さん、これは、うん、なんかもう物事変えてる、物事変えてた、変えてる、変えてた、変えてた、変えてるんよね、すごいんですよ皆さん、これ、うん、人が違って、なんかローレンさんだとしたら高いなと思ったし、うんうん、そうなんです、成瀬さんだったら低いなと思ったから、どっちなんやと、そうなんです、成瀬さんやったみたいなね、すげえ、めちゃくちゃがね、いいっすよね、良いわ、おお、この曲やばあ、なるほど、これ後半はあれですか、ローレン、これね、いや、これね、成瀬さんですよ、成瀬さんが歌い方変えたの、じゃあ変えたんでしょ、マジですごい、すごいね、サビはこれ、じゃあサビの中でも複数人格あるように聞こえちゃった、歌い切ったんだな、うん、あ、そうだね、すげえ、これすげえ、これ嘘なんじゃないですか、ローレン・イノワスさんかける、成瀬さんだけなんじゃないですか、これ全部自分でやってるんですぐらいの、ね、変化の仕方、変化の仕方がね、そうそうそう、もうそうかもね。絶対入れ入れ入れ、ちゃんと言いますよ。いますか。入れ入れ入れ、そうかもねじゃないですよ。なんかこう歌い方というか、七変化というか。ね、でもなんかとはいえまだなんかあの VBS を引きずってますけど。いや、わかります。あれはローレンさんでしょ、だって。そうですね。でしょう。いや、最高ですよ。最高。これ一番が。やっぱこれ成瀬さんがパートナーに指名しただけ。いや、確かに確かに確かに。逆に裏切る感じっていうのがいいね。作詞。あ、いやーこれね、今一番が終わったんで、一番だけでもすごいだけど、満足感すごいわ、多分こっからまたあるんだろうね、あるんだよ、すごいね、すごいっすよ、いやいや、ロード・オブ・ザ・リング見てる気分、まだ終わんねえの、まだ終わんない、そうそう、続きは、いや、そうそう、一生続くやみたいな、行きましょう、はい、これ終わり方いいっすよね、これ帰結してきましたね、確かにね、これ多分一緒のとこの厚み、うん、やっぱこの二人だからでしょうね、なるほど、なんだろう、こうやっぱ成瀬さん上、うん、ローレンさん下だから、うん、こうなって、うん、めっちゃ強いんでしょ、強いよね、めっちゃなんかギュウギュウっすもん、そうだよ、ギュウギュウのお歳暮が届くんですよね、こってなるほど、マジでいっぱい入ってた、そうですね、ハムがいっぱいみたいな、めあーって、うん、隙間がもう全然ないから、隙間ないんですよ、ないですよね、隙間ないんですよ、ね、パンパンだよ、こんな、いやー、だからいいですよね、いいパンパン、うん、パンパンだし、リズムもパンパンだから、このやっぱラップがまたかっこいいんですよ、かっこいいのよな、ここはなんか結構交互にいってるみたいな、うん、これなんだよな、この揃え方あるよね、いや、あるナースマーで、 あるんだよ、なんだろうこのグルーヴ、そうそう、黒かけたなっていう感じで、ナースマーで、そう
かっこいいよね、やっぱり、ね。独特。なんかこう、リズムもそうなんだけど、やっぱ音程も動くっていうか。そうですね。結構ラップってさ。いや、そうなんですよ。なんか同じ音程でいくみたいな。そう。流動性があるんですよね。うん、ラストのラップって。そう。だからなんか浮遊感があるって決まるっていうか。いや、そう。まあ、さっきがその、リズムの浮遊感と声帯の浮遊感で言ったら、ね、今回やっぱり音程の浮遊感もある。あるなぁ。ラップの中にですよ。軸がいっぱいありますね。軸いっぱい。XYZ があるんですね。うん、すごい。立体的ですよね。立体的 3D いい表現した。そう 3D ですよね。 3D ラップだ。3D ラップです。 3D ラップ、これいいっすね、うん、言ってほしいですね、本人にも。 3D ラップ、 3D ラップですね、言ってほしい、使ってほしいですね。いやー、ほんと、あー、優しい。優しい。おい、変えてきたよ。変えてきたっすね。いいね。いや、二人ともいいね。表現が違って。いい。いやー、これ、飽きねえな、これ。ほんと、成瀬さんって、はい、なんか、何ですか、うん、あの、怪人南面ソフィア。いや、わかる。めちゃくちゃあるよね、これ。今、カメレオンって言おうとしましたもん。カメレオンみたいですよね。怪獣南面ソですよ。別名義の人で歌ってるかもしれない。ナルスさん。なんならね。なんなら。もう、そんぐらいですよ。そう。それぐらい声質がさ、そう、なんか使い分けが効いてるっていうか、そう、なんか多面体ですよ、ね。多面体。うん、あと、これ、あの、皆さんに教えていただいたんですけど、コメントで。ナルスさん、ホイッスルボイス出るんですって。あ、そうなの？で、しかも僕と同じタイプのやつ。あっちか。大音量系。大音量系。確かに出てて。器用。やっぱ器用ですよ。器用で、声帯がやっぱり、うん。柔らかいんだ。柔らかいんですよね。柔らけんだ。完全にそうなんですよ。完全にそう。うん、そうするとやっぱりこう、じゃじゃ馬なんですけど。そうなんですよ。じゃじゃ馬なんですよ。そうなんですよ。だから努力しないといけないけど。そうなんですよ。だから相当努力されてるってこと。いや、そうですよね。その挙句、何でもできるようになる。挙句ね。そう、めっちゃわかる。めちゃくちゃわかる。羨ましいですよ。逆にね、すごいな。でも、すごいっすね、そう言われると納得するな。いや、そうなんですよね。うん、そうこの浮遊感は多分その、ホイッスル経由でもあるっていうか。でもあるんでしょう、ね。まあ逆もしっかりです。ふわふわできしてるんでしょう。そう。ふわふわしてるんだと思うんですね。じゃあ。でもちょっとマニアックすぎるんじゃないかな。そうですね。でも分かるよね。分かる。我々はやっぱりそういうね、声帯見ながらやってるから。そう。いや、柔らけんだよな。柔らかいの。何今の。今のひっくり返すのところ。これすごいな。これだからローレンさんですよね。ね。遊んでんだ。よく気づきましたね。サブ予告はひっくり返しちゃうんだ。遊んでんな、これ。歌詞をすごい大事にしてますね。そう、でも序盤からそうですけど、ひっくり返すモノポリ、返してますよ。これはわざとです。これはわざとですよ。しかもエッジうまっ、ローレンさん。出だしのエッジ、ね、出だしのなんか正体不明のエッジ、でも稼いでいや、ベイビー、重ため。これも声帯、火星帯、両方やな。ローレンさんも、これは達人系ですね。達人系。このエッジは難しいですよ。難しいっすよ。本当に。力抜けてないとできないんだよな。で、多分、できるできないも、多少、この、喉に割り振られるから、そうですね。僕はやっぱこんなに重たいエッジはできないな。いや。かっこいい。かっこいい。だからね。しかもナチュラルな範囲で重たいからな。うん、いや、めちゃめちゃいいぞ。おぉ。良かった。なんかもう切なかった。そうですね、なんかようやく2人の、うん、なんかこう全体像が見えてきた。いや、わかりますね。声がなんかわかりますね。見えてきた。なんかわかりますね。曲線がね、なんか写真の解像度が上がってきました。一緒のはずなのでね。そう最初ぼやけて顔がしっかり見えてきた。
ブラーがかかってたんですね、最初は。そう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 。今だんだんこう。だんだん取れてきて。そう。いや、いいね。いいな。なんか、あれだな。ローレンさんは、なんかその、重たいのもできれば、どせつない感じが結構、泣きのポジションが得意ですね。泣きのポジション？あ、なんか、この、この最後のとことかそうなんですけど。あ、そう、このポジション。で、これもやっぱり、エッジ、得意な人あるあるなんですよね。これ、鼻方向っていうか。そうですね。そうだよ、ね。平たい方向っす、うんうん。ゆえにやっぱエッジもライトにできるし。うんうん、そうなんですよね。なるほど、なるほど。っていうのはやっぱ垣間見えますね。うん、なんか統計学じゃないですけど、うんうん、こういう人はこうっていう特徴をやっぱ持ってる感じ。そうだね。うん、この発声、そんなに多くないですよね。まあそうかもしれないですね。さっきの、ラストの。いや、そう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 。うん、だからさ、表現力っていくつあってもいいんだよ。何本あってもいいですからね。表現力なんて。何本あってもいいんですよ。表現力なんて。何本あってもいいですから。ほんと。これ、ナルセソンですよね。ここはもう、分かんないようにしてるんじゃない、うん、潜り込みでね。そうそうそう。もう、潜水してるんだ。そう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 。もう、すごい。めくってめくってめくってもう。すごい。分からん。マジで。エッジもかっこいいね。あ、ここからどうだろう。かっけ。もうなるほど。あー、おお、ライトでしたね。ライトだった。だんだんでもサビに向けて、そうね、パワフルになっていく。なっていくんですよ。ストロングスタイルになっていく。かっこいいんですよ。なんか飲まれますね。わかります。うってね、波がすごいっすね。うん、ずーっと押し寄せてくる。なんかもう。ずっと変わってるから。そう。なんか、止まってないんです。いや、そうなんですよね。緊張してますよね、うん、ずっと。そうですよ。緊張感ある、ずっと。うん、これは。緊張だし、これ、チルいじゃないですか。うん、だから、なんか、わけわかんなくて。わけわかんない。サウナ、サウナみたい。一回、なるほど、ね。一回、交感神経、副交感神経みたいな。整うみたいな。で、途中、水風呂でそう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 。でも最後気持ちいいです。外記憶みたいな。そういう曲。なるほど、ね。聞くサウナ。聞くサウナ。それが BBS。なるほどね。そう、遊ぶよ。ここライト、うん、こっからこっからね、手ぐらいいいんですよ。いいですね。いい、このツールもいいね。彼がいい、しっかりと綺麗に来てますよ。いや、いい。もうちゃんと実像がある。うん、ありますね。ふぬけてないパルセット、うんうんうん。なんかこう、押し詰めてるわけじゃないというか。そう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 そ う, そう、うん。ちゃんとこの曲の、さっき言ったその浮遊感の中に、うん、溶け込めてるっていう、ね。そうなんですよね。で、なんか結構やっぱ、エフェクトも乗ってるじゃないですか。乗ってますね。うん、だからこう、素材が良くないとダメなやつですよね。確かに確かに。素材が潰れちゃうから。繰り返し言いますけど。いや、そうですよね。素材の味ですよね。素材力です、これ。いや、間違いないっすね。おぉ、よかった。そうなんだ。よかった。結局、ナルセさんってすごいこと分かったんですけど、はいはい、まだナルセさんのことが分からないんですよ。分かる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 。分かりますよ。分かる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 。そう、あれはあれよかったね。よかったな。あれで酒が飲める気がしますもん。いや、マジ本当に、ね、あれをつまみに飲みたい。本当に VBS バーとかがあったら行きたい。マジで。さまざまな、そう、さまざまな VBS がある。これどうですか、クザマさんのやつ。そう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 、酔えます、この曲で。本当酔えると思います。アルコール度数高いので気をつけてくださいっていう感じなんですけれどもですね。バーですね、確かに。バーバーこういうね、 VTuber。 あー、お後がよろしいですね。
チャンネル登録してください、皆さん。すいません。高評価です。高評価と、チャンネル登録をぜひ、はい、今回の動画よかったらよろしくお願いしますということなので、あと皆さん、リクエストとかですね。はい。あと、こんな補足知識、この VTuber さんいいですよとか、うん、ございましたら、ぜひコメント欄にぜひよろしくお願いします。いつも見ております。全部参考にさせていただいておりますので、はい、ぜひお願いします。ということで、生態の専門家、リセツヤと、はい、ボイスの生本がお送りいたしましょう。ありがとうございました。バイバイ。VTuber。あ、2回目はダメです。2回目はダメです、先生。